赤星天太赤星天太から1958年6月13日は、日本の内務官僚、実業家、感染県知事、近景観志向、被護国熊本城下手取本町出身、熊本藩士、赤星新作の長男として生まれる、第五高等学校を卒業、1896年、帝国大学法科大学を卒業、同年12月、 文官高等試験行政科試験に合格。大倉省に入省し、主税局属となる。1897年、司税官、金沢税務管理局在勤となる。以後、根室税務管理局長、札幌税務管理局長、会計検査官補、司法省参事官兼司法省機関、同署機関、総務局会計課長、農商務所機関、行政裁判所表情官などを歴任。 1913年6月、熊本県知事に就任。白川水利県を日本窒素肥料に譲渡することを決定した。1914年4月、山口県知事に転任。道路の調査整理、組合立収容中学校の権利追換、副業奨励費交付規則の制定などを進めた。1915年8月、長野県知事に転任。 松本高等学校の設置、千曲川治水問題の解決、県立中学校の設置などに尽力。1921年5月、長崎県知事に転任、医療、教育の施策を推進した。1922年10月、給食となる。1923年2月10日に退官。同年5月7日、近景官司校となる。その後、 日後の興銀行取締役、熊本電機社長、熊本県教育会長などを務めた。熊本電機では、休止した上田万平の公認として1935年9月28日付で、第5代社長に就任し、1939年3月29日まで在職している。赤星と前任の上田、同時に会長となった。 林一蔵の三人はいずれも感染県知事を歴任した熊本県出身の元官僚である。終戦後に公職追放となった。ありがとうございます。